さんたちと一緒に行きます。私、みんなと別れるの辛いけど、今地球へ行ったら自分の生まれたところへ二度と戻れないような気がするの。そして私もみんなと同じように本当の両親に会いたい。会えるかどうかわからないけど、とにかく悔いを残したくないんです。みんなと面と向かって話したら、やっと決心した自分の気持ちがダメになっちゃいそうなので、これを置いていきます。みんなのこと忘れないわ。ジミーは止めたんだけど、どうしても私についてくるって。でもきっとまた会えるわ、必ず会えるわ。だからさよならは私言わない。今まで本当にありがとう、みんな。僕ジミー、みんな元気でね。それからケンツ、弟になれなくてごめん。僕のあげたハーモニカ、高い方の実が壊れてんだ。それ言い忘れたから。それからくれた空焼きをピカピカにして大事に取っとくよ。ケンツ、バカ野郎、戻ってこい。母ちゃんが俺の弟できたって喜んでたのに、なんで言ってまんだよ。ジミー、戻ってこい。ジミー、母ちゃん、お姉ちゃん、ジミー、戻っておいでよ。バカ野郎、戻ってこい。俺ちくるって言ったじゃねえかよ。ケンツ、メソメソすんなって。さいなら言ったわけじゃねえだろ。だけど、あの野